壁面飾りにぴったりの大きな松の木を作りましょう。今回は大きなお花紙の松葉を18個作りました。松の幹を作るためにできたパーツを一度画鋲で貼ってみました。松の幹の形はスマホなどで画像を検索して参考にするといいです。本物の松よりこれがいいです。能舞台松画像、こちらが一致する画像です。この中から好きなものを選んで参考にしましょう。画像を参考にしながら大体の形をクレヨンで描いていきます。松の葉っぱで描きにくいところはのけながら描いていきます。クレヨンで描いたところにストロン紙を破って貼っていきましょう。木工用ボンドです。こんな感じで描いた線をだいたい覆うように貼ります。ここに松葉を貼っていくと松の木に見えますが、もう一手間かけて今回はお花紙の茶色を使います。ボンドか糊を水で薄めてください。これをよく混ぜます。で、茶色のお花紙をここに貼っていきます。お花紙のシワとか重なりがの松の幹のこの模様に見えるように貼っていきましょう。松葉の裏に木工用ボンドをたっぷりつけます。これを枝の先の方からつけていきます。
その後少し重なるように3つずつぐらい貼っていきます。ここはこちらにまで入ってしまいますから、ここにしましょう。あと残った松葉を手前に貼ります。はい、これで松の木が完成しました。金銀の折り紙やお花紙の梅、竹、ハボタンなどと組み合わせて、お正月らしく飾りましょう。